はい、株式会社ミライトデザインのミライトチャンネルです。でね、何回かに分けてターミナル操作の動画撮って紹介していこうかなと思ってるんですけど、5回ぐらいやるつもりなんですけど、そのうちの2回目ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、ビームの基本いっぱいお話しするので興味ある人は聞いていってください。で、今日2回目なんでね、前回どんなことをしたかちょっとだけおさらいしようかなと思います。前回は熟練者の特徴っていうのを、一発目で一気に紹介しました。カーソルを大きく動かして編集を一気にやるっていうところがポイントだよねっていう話をして、まあ、早い人よく見てるとカーソルが1個ずつ動いたりしないし、文字も1文字ずつ消したりしないで一発で画面が切り替わるよねっていう話をしてました。例えば右側にテキスト適当なのを用意してありますけど、例えばね、このリザルト OK メッセージサクセスって書いてあるところの、まあ、メッセージいらねえなみたいなのを思った時に、カーソルがどこにあってもこの辺にあるんだけど、こうやっていらないとこすぐ消せちゃうよねっていうのお話を前回しました。で、それが範囲選択と、まあ、テキストオブジェクトと繰り返しって話だったんですけど、まあ、これ前回の成長曲線で言うとちょっと後の方の話だったんですよね。最初はどうしても V8 とか使ってると、まあ早く書けないんだけど、これ覚えると一気に普通よりめちゃめちゃ早くなるよって話を前回しました。で、今日どこを話すかっていうと、その前の基礎のとこちょっと細かく話していこうかなと思ってます。で、この2つ合わせると超パワーアップができるよっていう寸法です。前回もちょっと言ったんですけど、今日のスタンス、まあ、いっぱい出てくるんですけど全部覚えなくて大丈夫です。試して気に入ったの使えばいいんで気楽に見ていってください。今日の内容は大きく4つに分けてます。まあ、モードの話は聞いたことあると思いますけど、インサートモード、ビジュアルモード、ノーマルモード、コマンドラインモード、この4つのお話を今日していきます。じゃあね、早速インサートモードのあれこれ見ていきたいと思います。インサートモード上手になると無駄なカーソル移動がめっちゃ減ります。それに、前回お話ししたスーパーテクの一つ、繰り返しとも相性いいです。これ、まあ、よく見る図かもしれないんですけど、カーソルがあるところから、どこに字を書くかっていうのを整理したちょっとした絵みたいなものになってます。これどういうことかっていうと、適当なテキスト、これかな？今、イコール緑の字で、スライドの方のイコール緑の字になってると思うんですけど、そこにカーソルが載ってるとして、どこに字を書くかっていう話をしています。ちょっとエディターの方でデモしていきますね。今、イコールの絵にカーソル載ってます。I を押すと、インサート、左側に字が書けるようになります。で、細かい違いだけど、同じところで A を押すと、右に書けます。で、この I と A で左と右が違ったんですけど、シフトをつけると一番左に書けるようになります。もしくはカーソルがここにある時点でシフトの A を押すと一番右に字が書けます。なので、例えばコメントアウトとかしたい時にこう左左左左左ってめっちゃ動いて、こういうことしないで、もうカーソルどこにあってもいいからシフト I でいきなり望むところに書きましょうと。まあ結果的にはカーソル移動も超速くなるよって話ですね。で、ちょっと特徴的なのが、シフトの O と O です。シフトの O を押すと上に空行ができます。コメント入れたい時とか便利ですね。で、小文字の O をつけると、書くと、下に、なんだろうな、こんな感じ？タイプしたけど。まあ、こんな感じで下に行が作れたりします。これどれも結構便利なんで覚えておくといいでしょう。他に消しつつ書くっていうのがあります。これも、ちょっと右でデモしますね。イコールじゃないね、 F の上にカーソルがあるときに S はサブスティテュート、 C はチェンジですけど、どっちもまあ置き換えるとか置換するとかそういう意味ですけど、 S を押すと F が消えてなんか字が書けるようになります。例えばなんだろうな、まああんまり S1 個だけ使うことってのは多くないですけど、1文字消しつつ書き換えられます。で、アルファベットを変えると消す範囲が広がっていきます。大きい C を押すとイコールの右全部いらない、まあイコール右捨てるのはまあ割とあるかなと思います。で、シフトの S を押すと、まあ、1行全部書き直したりできます。なんだろうな、なんか ToDo とか入ってて後で実装するとか書いてあるところに、こう後でやるみたいになってるところに、はいはい後でやりますよってこう、ね、字を書き始めたりとかってするときに、まあ、ちょっと便利ですね。気に入ったら使えばいいと思います。まあ、あとは、他にもいくつか GI とか、まあ、ちょっとここでは書いてないですけど R とか、まあ、いろいろあるんですけど、興味あったら見てみてください。今日
今日はちょっと内容詰め詰めなんで GI とかのデモは割愛します。じゃあ次、インサートモードさらっと終わったんでビジュアルモードもさらっと見ていきたいと思います。ビジュアルモードあれこれですね。これ範囲選択強くなるといろんなコマンドと組み合わせてパワーが上がります。まあそもそもビジュアルモードってやつ一応確認ですけど、この V を押して字を選んでる時のことをビジュアルモードって言いますね。僕日本語化してるんでエディターの方下にビジュアルってカタカナで出てますけど、これが出てる時がビジュアルモードです。で普通に V を押すとこうやって1文字ずつ選んでいきます。でシフトの V を押すと1文字ずつじゃなくて1行ずつこうやって選んでいきますね。シフト V を押してる間は左右に動いても何の意味はないです。それから、まあ、これできるエディターいっぱいありますけど、コントロール V っていうのを押すと矩形、四角ですね、縦にこうやって選べるようになります。でもちろんこのまま X を押したらここを縦に消したりとかできますね。 CSV、 まああんまないかもしれないですけど、こう縦幅揃ってる CSV とかだったらまとめて消しちゃったりできますね。ビジュアルモードこれしかないんですけど、まあ、いくつか補足しておくと、矩形選択コントロール V してる後シフトの I とかを押すとこの辺に字が縦に書けたりして、まあこれ覚えておくと便利かもしれないですね。こうやって一番右にセミコロンつけるとかね、まあたまに覚えてると便利かもしれないですね。それから、V これ結構面白いんですけど、このジョンのところを選びたかったのに O からうっかり始めちまったぜみたいな時とかにO を押すと反対側の端っこは動かせるようになります。なんでちょっとずれちゃった時とかにも、あ違う違う、こっからじゃなかった、こっからだったみたいなね。まあこの O を覚えておくと結構便利なんで面白いかなと思います。まあ他にも GV とかさっき割愛しちゃった GI に似てるものとかがあったりするんで、興味あったら手元で試してみてください。ビジュアルモードもさっくり終わったところで、ここからちょっとだけ長いんですけどノーマルモードの話をしていこうと思います。ノーマルモードっていうのはエディターの起動した直後のところかな。字を書いてるわけでもないし範囲選択してるわけでもない、まあ、カーソル動かしたりするところ、ここをノーマルモードって言います。ちょっとここをいくつかに分けて紹介していきますね。まず移動の強化です。もちろん HJKL でカーソル移動するっていうのは、まあ、ちょっと今回は基礎なので割愛してます。でそれよりも大きく移動する、まあ、スクロールっていうのかな、これも、まあ、よく VI とかで探してると出てくる絵かなと思うんですけど、上下左右自由に動けるようになるといいですよっていう話ですね。例えばこれかな、これすごい縦に長いファイルなんですけど、40行目、今40行目にセンドメールって書いてある行があって、ここにカーソルがあるとします。で右端に行きたいときはドル、最初の字に行きたいときはハット、キャレット、どっちなのかな、とんがりマークですね。これ正規表現のハットとドルなんで覚えやすいかなと思います。最初と最後で、一番左本当の0文字目行きたいときは0ですね。これ微妙に違います。ここにシャープ書きたいときとここにスラッシュ書きたいとき、まあ、ちょっと違うかなっていうけど、まあそんな違いがあります。それからこれ Linux のページャーレスとかでも一緒かなと思うんですけど、コントロール B とコントロール F で上と下にスクロールができます。これはバックの B とフォワードの F ですね。今40行目にいます、ここね、ここにいてコントロール B を押すと20行ぐらい上いったのかな。でコントロール F を押すと今41いて81いてっていう風にスクロールされてます。まあざーっとページ送りしたい時とかはコントロール F でこう連打してログざーっと見るとかね、よくあるかなと思います。それから GG っていうのを押すと、1行目先頭行ジャンプインポート文みたいなみたいな時、それからシフトの G を押すと一番下、まあ、なんかログファイルの一番下みたいなみたいな時とか役に立つんで、この端っこジャンプ、それからちょっとスクロール覚えておくといいでしょう。次にちょっと珍しいかなって思うんですけど、自分のカーソルのある行を変えないでスクロールするっていうコマンドがあります。どういうことかっていうと、例えば今40行目にカーソルありますね。で ZZ って押すとカーソル40行目のままなんだけど、ここが画面の真ん中になるようにスクロールしています。自分の見たいところを見るようにするためのコマンドですね。カーソルは動かないっていうのはさっきと違います。で上端と下端があって、この40行目にカーソルがあるときに ZT って押すと、ここが上端になるようにカーソル40行目のままだけどスクロールします。でまあもうお分かりかなと思いますけど、 ZB 押すとここが一番下になるように、まあ、 あのこれ以上上ないんで厳密に一番下にはなってないんですけど、ここが下端になるようにカーソル位置が動かないままスクロールしています。それから今度は移動ですね。ちょっと今日は細かいお話はしないですけど、マーキングっていうのができます。この if 文があるところに M に続けて A っていうマークつけて、
どっかカーソル動かしちゃった後、さっきの A マークに戻るぜってやると、カーソルがどこにいてもここに戻れたりします。じゃあここはマーク B にしようかなとか、ここはマーク C にしようかなとかっていっぱいつけといて、 B に戻るとか C に戻るとか A に戻るとかってやると、つけたマークに戻れます。ちょっとね、興味がある人はビームマークとかで調べてみてください。他の移動としては、カッコで対応するジャンプにできたりとか、大きなジャンプを取り消したり、取り消すっていうか元の場所に戻ったりができます。例えばパーセント押すと分かりにくいですけど、この27行目からこのこっちね、53行目の対応するカッコに飛べたりとか、インポート分見たいから1行目にジャンプするぜ、で見たから元のとこ戻りたいぜみたいな時とかにコントロールをって押すと、直前にいたところに戻ってこれたりします。ここまででノーマルモードの移動のところとか見てきたんで、ちょっと編集のところも見ていきます。これも基礎力ですね。まずさっきからちまちま使ってますけど、元に戻すとやり直す U とコントロール R ですね。これを1コマンド分をやり直せます。これ覚えてるとガンガン練習できるんで、例えば DD で消しちゃう、間違って消しちゃったとか、1行消すつもりはなかったみたいな時に Undo の U で元に戻せます。でこれを取り消したい時は、Redo のコントロール R、 ちょっと押しづらいですけど、これで戻したりやり直したりできます。で、これは1コマンドをやり直せます。例えば DD とか X とか、ノーマルモードでの1操作ですね、1文字じゃなくて1操作、それからインサートモードに入ってから出るまでも1コマンドって数えます。例えば I でインサートモード入ってホゲホゲって打って出る、これも1操作扱いなので、アンドゥできるのはこのホゲホゲっていう字を書いたってことがアンドゥできたりリドゥしたりできます。逆に XXX ってやると1文字ずつ画面が消えてって3回画面が更新されるんで、これは1回のアンドゥで戻せるのは X1 文字分です。だから X3 回は U3 回で巻き戻ります。慣れれば問題ないでしょう。それから、次は N 回実行。これは今までいろいろ使ってきたコマンドの前に数字を入れると、その回数分続けて実行されるっていうものです。例えば今10行目にカーソルありますけど、 DD って押すと1行消えますけど、 15DD ってやると15行消えます。それからこれは消すだけじゃなくて移動とかにも使えて、 20J って下行きますね、 20J って押すと20下行ったりします。それからインサートモードもさっき言ったみたいに1コマンド扱いになるので、64インサートで、ここに ABCD って書いたりして抜けると、 ABCD って字を書くことを64回やったことになるので、256文字のね字が簡単に作れたりします。でこれ1コマンド扱いなので、 Undo で一発で戻せるし、前回説明したドットで64回 ABCD って書くことをドット一発で繰り返したりできるので、覚えてると強力でしょうと。それから例えば前回どこそこの字まで消すっていうコマンドの説明したんですよね。 D で消す、 T で直前まで、シフトの M で M の手前まで、だからこっからここまで消そうと思ったら D、T、シフト M っていうコマンドになるよって話したと思うんですけど、まあ4文字ぐらいだったら 4X ってやっちゃった方が手っ取り早いみたいな時もあるんで、まあ、目測できるんだったら下手に凝ったコマンド作るよりも 4X とかの方が楽だったりするので、まあ、使い分けるといいでしょう。それから次はペーストですね。コピペのペ、どっかにこの XX っていう字があったとして、これを4文字分選んでコピー、 VA の場合はヤンクで Y ですけど、コピーして今クリップボードに入ってます。さっきみたいにイコールの上にカーソルが乗ってます。で小文字の P を押すとイコールの右側、大文字の P を押すとイコールの左側、微妙に違いますけど右と左どっちかに持ってるものを落とせます。これ文字をコピーしてるか行をコピーしてるかで若干挙動が変わるんですけど、行選択、これ開業コードまで入ってますね、5文字目の開業コード選択されてると思うんですけど、行をヤンクした後は右と左じゃなくて上と下になります。イコールにカーソルがあるときにちっちゃい P を押すと下、大きい P を押すと上に落っことします。まあちょっとね慣れないと辛いんですけど、まあ覚えとくと細かい融通聞いて便利かなと思います。レジスタ、さっきクリップボードって言ったんですけど、レジスタっていうものの紹介だけします。 VA はヤンクとかデリートとかしたテキストっていうのはレジスタっていう場所に入ってます。で実は消すときとか貼り付けるときってレジスタ選べるんですよね。だからでレジスタって
さっきマーキングした時に A とか B とか選んだように A から Z ぐらいまでレジスタって自分で指定できるので、最初からクリップボードが20個以上あるっていう状態なんですよ。ちょっと細かい操作は今日時間ないんで割愛しますけど、デモだけ簡単にやってみますね。エディターの方で例えばこの3つある行の1行目をレジスタ A に今ヤンクしました。それから2行目をレジスタ B にヤンクしました。で今2個クリップボードに入ってて、 A の方からペーストしたらこっちが出てくるし、B の方からペーストしたらこっちが出てくると。だからいっぱいクリップボードに入れといて20個使い分けられるよと。クリップボードの中身一覧見たかったら見れるよと、まあ、いろんな機能あるんで、興味ある人はレジスターとかで調べてみてください。それから覚えておくとちょっと便利なコマンドですね。数字を増減することができます。例えば今この行テストデータ1イコール ID1、 数字2個あると思うんですけど、コントロール A を押すとカーソルの右一番手前の数字が1個増えます。押すと押すだけ増えます。でまたカーソル1個ここからずらすと次の右の数字が1個増えるんで、こうやって数字が増えたりできます。で、コントロール X を押すと数字が下がっていきますね。でこれ0下回るとマイナス1とかになっちゃうんで、若干マイナスは使いにくいですけど、プラスを覚えておくとテストデータ作ったりするときに地味に便利だったりします。それから、ここもちょっと話長くなっちゃうんで、デモだけにしますけど、マクロ記録と再生っていうのができます。まあ、なんとなく皆さんの想像する通りかなと思うんですけど、例えば今このテストデータ1 ID1 っていう行がありますけど、マクロの記録始めて1行コピーしてペーストします。でここの数字2つ増やしますっていうのの記録をしてアットマークで再生すると、こうやってテストデータね、簡単にいっぱい作ったりすることができます。連番作ったりとか便利ですね。でこれもまあコツいっぱいあるんですけど、慣れるとめちゃくちゃ便利なんで、ちょっと覚えておくといいかなと思います。でドットの繰り返しと違うところは、カーソルの移動とかもマクロに含められるし、ドットって1コマンドしか繰り返せないですけど、マクロだと3コマンドを記録して1マクロ扱いにしたりできるんで、こっちの方が強力ですね。まあ慣れると便利って感じかな。それからちょっと標準の VI だと若干役に立たせづらいんですけど、まあ、前回ね僕あのインテリジェとかにプラグイン入れて VS コードでもいいですけど、あの IDE と組み合わせて使っても全然パワーあるよって話したと思うんですけど、その場合に、タブ切り替えとかジャンプとかもしたいと思うんで軽く紹介しますね。さっきからちまちまやってるんですけど、GT を押すと右のタブエディターの上で、ね、ハイライトついてると思うんですけど、今サンプルテキストってハイライトされてるのか、 GT を押すと右側行ってサンプルテキスト2になったり、 G シフト T を押すと左側にこうやってタブ切り替えていったりできますと。でちょっと VA のタブの説明ややこしくなっちゃうんですけど、まあ、試してみたい人は、ここね、スライド側赤字でコロン TABE って書いてあると思うんですけど、これこの TABE って押すと空っぽのタブパンパン開くんで、まあ、空っぽのタブいっぱい開いてこう試してみたりするといいかなと思います。 IntelliJ に IDE や VIM のプラグイン入れてたりする人は、普通にいつものタブで右行ったり左行ったりできます。それから、タブに続いてジャンプかな。これも、普通に IntelliJ とか PHP Storm とか RubyMine だっけとかで、ファンクションにジャンプするのと同じで、自分のファイルの中でもいいし違うファイルでもいいし飛んだり戻ったりができます。でちょっとまた VA でジャンプできるようになるのは若干設定必要でめんどくさいんですけど、 IntelliJ だったら標準でできます。それから IntelliJ 起動するほどでもないけど試してみたいなって人は、ヘルプを開いてみると VA のヘルプは中がジャンプできるようになってるので試せますと。どっかないのかな、あったあった、これ VA のヘルプの、まあ、どこでもいいんですけどスクロールのページ見てて、例えばこういう風にスクロールバインディングを参照してくださいってこの色変わってるところあるんですけど、ここジャンプでいきます。スクロールも飛びましたね。で戻りたかったらこれ押しづらいんですけどコントロール T で戻る、コントロール閉じ括弧でジャンプする。 VI のマニュアルの中ジャンプできるし、 IntelliJ とかだったら何の設定もしないでもいきなりジャンプできたりします。まあ、これもね IDE で VI 使うんだったらめちゃめちゃ便利なんで覚えておくといいでしょう。ちなみにちょっと戻っちゃいますけど、この GT とかコントロール T とかめちゃくちゃ押しづらいし覚えづらいんで、いい感じに設定して使った方がいいと思うんですよね。そういう時に設定ファイルの書き方とかどうやったら使いやすいコマンドになるかっていう設定のコツみたいなのを次の動画でお話ししようかなと思ってます。
長かったですけど、ノーマルモードが以上ですね。で、最後にちょっとあんまり馴染みないかもしれないんですけど、コマンドラインモードっていうのの説明をしたいと思います。コマンドラインモードっていうのは、まあ、特殊な補助操作とかをしたり、VI そのものに命令をしたりするようなニュアンスになるのかな。と、ちょっと基本のところから確認していきますね。まず、コマンドラインモードって、今までのインサートとか、ノーマルとか、ビジュアルと違って、そのどうやって出入りするかっていうところなんですけど、どっか、まあ、ノーマルモードの時に、これ普通のカーソル動いてるからノーマルモードですね。コロン。コロンを押すと、カーソルが下に、エディターの下端に移動します。ここにカーソルがある間がコマンドラインモードって言います。で、ここ例えば、LS とか、PWD とか、PWD してみましょうか。PWD すると、今、この VI が起動してるディレクトリが確認できます。今、これ、スラテンプのホゲビムっていうところにいますね。で、LS とかもできるんですけど、これ、いつも見てる LS じゃなくて、開いてるファイル一覧になってます。これはどういうことかっていうと、Linux の LS とか PWD が起動してるわけではなくて、VI 組み込みの PWD コマンドとか LS コマンドっていうのが実行されています。それから、まあんまりやることはないですけど、こうやってパイプで縦につなぐと、コマンド3回、3個かな ?3 個連続して実行できたりします。これちょっと後で使いますね。で、本当の LS どこ行っちゃったのってことなんですけど、びっくりマークをつけると外部コマンドになります。例えば、コロンでコマンドラインモード入ってきた後に、びっくりを押して LS ってやると、これ Linux の LS ですね。さっき僕は、一回 PWD しましょうか。PWD すると、ホゲビムっていうところにいるんですけど、びっくり LS ってやると、そこのディレクトリにあるファイルの一覧が見れます。で、これ、普段自分の PC で触ってるターミナルと全く同じことができるので、オプションも使えます。例えば、1ってやると縦に出るんですけど、1と、そうだな、R と T とかつけたいってやったら、これつけられる。T つけて意味なかったですけど、こういうふうにオプションも聞きます。それから、例えば普通にディレクトリ掘ったりもできるし、でディレクトリも掘れるし、Python とかも実行できちゃうんで、例えば、今ちょっと適当な Python ファイル、foo って名前で作りましたけど、これプリント42。で、これよくあるのは、保存して、VI 閉じて、ターミナルに戻ってから Python で実行して、あ、ちょっと違ったわっつってまた VI 起動してると出たり入ったりするパターン多いと思うんですけど、これ別に出なくてよくて、Python に続けて、スラテンプのホゲビムの foo の Python って実行すれば、ここで結果見れるし、別に VI から出てないんで、また42じゃなかった、43だったってやれば、こうやって何回でも実行できます。で、このスラテンプホゲビム foo って書くのめんどくさいんですけど、これショートカットエイリアスがあって、外部コマンド起動するときに%使うと自分のファイル名入ってるんで、この%だけで自分自身が実行できちゃいます。これ結構便利ですね。なので、パパパーっとコード書いたときに、実行するとき、%でポーンと実行しちゃうと、サクサク動けたりします。ただ、これ、自分の普段触ってる標準ターミナルっていうんですかね、そっちに行っちゃうんで、Windows だと、コマンドプロンプト行っちゃうんで、Linux の LS とかは効かないんで、まあ、もし Windows のまま使いたいんだったら DIR みたいな、コマンドプロンプトの方のコマンドを使わないといけないんで、そこだけ注意です。それから、コマンドライン Window、モードじゃなくて Window っていうのがあります。これは、コロン Q と間違えて押すと VI 終わっちゃうんで事故りやすいんですけど、Q コロンって押すと、実行履歴みたいなのが並んでるところが開きます。ちっちゃい VI みたいなのがここで開いてるんですよね。で、これ面白いのは、これエンターを押すと実行できるし、ここ書き換えて実行できるんですよね。ちょっと今いい例がないですけど、例えばさっき foo バーっていうディレクトリ作ったから、今度foo ポン作りたいなみたいな時とかに、ちょっと書き換えてエンターを押したらこれ実行できるんですよね。で、これめちゃくちゃ便利です。ターミナルが VI で触れちゃうよみたいな感じですね。ちなみに Q スラッシュの方は、今まで検索したワードが入ってたりします。これももう一回押したらそのワードで検索できますね。コマンドラインモード使うんだったらこのコマンドラインウィンドウで合わせて覚えておくとめちゃくちゃ便利です。
で、ここからいくつかは VI の用意してくれてるコマンドを簡単に紹介したいと思います。めちゃくちゃいっぱいあるんで、本当にいくつか適当に選んで紹介しますね。まずこれみんなよくやると思うんですけど、保存するやつね、コロン W、 皆さんよくやってると思うんですけど、コロン W で保存してます。サンプル .log に、10行1046倍と書き込みましたと。で、これマニュアル上ではスライドの方を見るとコロン W カッコ RIT ファイル書いてあるんですけど、四角カッコのところは省略してもいいっていう意味です。はここまで書けば VI が分かってくれるっていうところを示してて、これコロン W でもコロンライトでもコロンライでもどこで切っても構わないっていう意味です。 W ぐらいだったらみんな多分さっと W でやっちゃってるけど、別にライトまで書いても同じです。で、中括弧のファイルのところは引数あるんだったら指定していいよっていうルールですね。まあ、ちょっとこの後出てくるんで、この鍵括弧読みづらいですけど、途中まで打てばいいよっていう意味で見ておいてください。僕はちょっと話しやすいんで、括弧はないものとしてライトってこのスライドでは言うことにしますね。行番号ジャンプ、まあ、早速今の括弧の話で出てこないんですけど、これは簡単で、このコマンドラインモードで57って打ってエンターするとカーソルがそこに飛びます。これも単純な話ですね。27行目行きたいって言ったらもう27行目にただ飛ぶだけです。これなんかペアプロしてて、あ、ちょっとその40行目みたいな時とか、フルリク見てて52行目にして気がついたみたいな時とかに、もうさっとそこに行きたいって行数分かってんだったら、これが一番早いです。これは間違いないですね。で、行番号もし出てない人は、もしこういう VI が起動しちゃってる人は、コマンドラインモード行ってセットナンバー、まあ、口ではセットナンバーって言いましたけど、括弧の中省略していいんで、SE ヌってやれば、行番号出てきます。それから今度はリードですね。R でも動きますけど、僕はリードって呼んでます。今日はリードって呼びます。これは R に続けて、ちょっと Mac でやってるんで Linux の話になっちゃいますけど、R に続けて外部コマンドの結果を打つと、それがカーソルのところに入ってきます。これ今、R に続けて、びっくり ls ってやったんで ls の結果がここに入ってくる。で、これもう linux のコマンドできるんで、もう何でもできて、例えばデートってやったら日付入るし、ちょっとこう計算したいなみたいな時とかに ruby 起動して 24×60×64、 なんで64かけたのかわかんないけど、まあ9万2000って出るよとか、まあ、ちょろちょろっとしたことをターミナルでやって、その結果さってここにペーストしたいみたいな時とかに、まあ、地味だけど覚えておくと便利ですね。紹介してるだけなんで、興味あったり気に入ったら使ってみるといいと思います。それからさっきからやってるこのリードとかライトとかっていうのを自作できます。コマンドとビックリマーク後ろにつくんで、今までの説明と若干違うんですけど、ちょっとここは今日割愛しますね。コマンドビックリで覚えてください。コマンドビックリってやるとリードみたいなコマンドが作れます。で、まあ、大文字にしないといけないルールはあるんですけど、それ以外は割と自由です。例えば小文字の W じゃなくて、僕結構よくやるんですけど、大文字の W っていうコマンドを作りたいなと、大文字の W って打って何をやるかっていうと、コマンドラインモードでやりたいことをそのまま書けばいい。例えば保存して、さっきやりましたね、パイプで2個目のコマンド続けて打ってますと。保存してパイプで Python 自分のファイル名ってやると、大文字の W1 個押しただけで保存して実行ってできるようになります。これ大文字の W だけで実行してプリント43ってのが出てます。43じゃなかったとか、もっと出したかったって書き換えたら、またただシフトの W 押すだけでバシバシ実行できると。これデバッグサイクルすごい速くなりますね。それから例えばなんか議事録の時に日付入れたいみたいなのとかできたりしますね。で、下のこの長いデートコマンド打つのはめんどくさいので、僕はどうするかっていうと、コマンドラインウィンドウ開いて、さっきやったこの W 定義したのがあるんで、この辺使っちゃいますね。デートの R ので、なんかこのよくわかんない、これもう長くてめんどくさいんで、こんな感じで一回適当に打った後に、適当にこうやって、まあ VI 使ってうまく編集して、これエンターで実行と。そうするとデートっていうがビームコマンド実行すると、今21時8分なんですね、今日の日付が入ったりします。まあこれ覚えておくと結構便利です。特にさっきのなんか実行するとか、ちょっとログ見るとか、なんか
ペペペってやれるようなコマンドいっぱい作っておくと結構便利です。僕は結構スニペット入れたりとかもしてますね。このカテゴリーの最後、ヘルプ開くのがめちゃめちゃ大事です。さっきこれスクロールのヘルプ見てましたけど、例えばそうだな、コマンドでも何でもヘルプ引けるんで、例えばヘルプ J ってやると、このカーソル移動の J のマニュアルが見れたりします。でよくよく見ると実は GJ っていうなんか類似コマンドがあったりとか、実はマイナスとかプラスでもカーソル移動できたりとかっていうのがいろいろ分かったりするし、例えばヘルプコロンリードってやると、さっきのリードの細かいマニュアル読めたりしますと。まあヘルプめちゃめちゃ便利で、ぶっちゃけググんないですね。もう僕ほとんど日本語化もできるし、あのヘルプが一番詳しいんで、ほぼこれで解決します。 VI はあと似てるコマンドがめっちゃ出てくるんで、自分の好きなの選んだりとかできるんで、これ覚えておくといいでしょう。今日の最後ですね、ここちょっと一気に難しくなったように見えるんですけど、めちゃくちゃ便利なのでちょっと見ていってください。あと3コマンドかな、範囲に命令するっていうコマンドラインモードの続きです。まず1個目は置換、さっきちらっと出てきたサブスティテュートの S ですね。あのサブスティテュートって聞きなじみないと思うんですけど、 Ruby の文字列置換のメソッドとかがストリング .sub、 ストリングに入ってる .sub とか gsub とかだったと思うんですけど、あの意外と略されてるけど sub って出てくるときありますね。でこれどうやって使うかっていうと、まあ分かる人にはセドとほとんど同じですっていうと伝わっちゃうんですけど、ちょっと長いんですけど、スライドの文法のところを見ていきますね。まずコロン、コマンドラインモードを起動するコロンに続いて、レンジ、これが任意引数です。鍵括弧、四角括弧でいいのかな、四角括弧ついてるんで、これ任意引数。で、サブスティテュートの S。まあ、これ、打つと長いし、略していいって書いてあるんで、まあ、S ですね。で、スラッシュで検索ワードが来て、スラッシュで置換後のワードが来て、またスラッシュで最後にフラグが来ます。まあ、これ、ほとんどセドと一緒ですね。どうやってやるかっていうと、まずレンジコロンを押してエディターの下の方を見てくださいね。コロンを押してレンジ決めます。レンジは5行目から最後までとか、パーセント押すとこれ全部って意味になるんですけど、まあ置換するときは全部が多いですかね。全部の行に置いてっていう意味です、パーセントは。で全部の行に置いて S します。 S は置換ね。でスラッシュで検索ワードが来て、例えば Foo のところをスラッシュで、まあ、XXX に置換しますと。で、スラッシュでフラグ。この辺もまあ、あの JS とかもそうだし、あの、似てるのいっぱいあると思いますけど、G で全部とか。あとは V8 からと C、チェックの C かなっていうのがあったりします。で、これで Enter を押すと、1個ずつ、置換すんのって Yes, No って聞いてくれるので、Yes, Yes, No, No, Yes みたいにこれ選ぶと、G で全部に対して、C でチェックしながら置換っていうのをやっていけます。で、これと文法似てるんですけど、あと2つ。G と V っていうのがあります。これはグローバルの G、まあ、グレップと XArgs 合わせたようなフィルタープラス変換操作っていうのができます。文法似てますね。レンジが来て G、G でパターンとコマンド。これは何かっていうと、さっきの2個1回戻しますね。ちょっと活用例実行してみましょうか。コロンでコマンドラインモード入って、パーセントで全ての行に対して G します。スラッシュでハットドル、これ正規表現ですね。文字が始まって文字が終わってる、つまり空行、この正規表現は空行を指してますけど、空行のところに対してノーマルモードで DD 打ったことにしてください。このノーマルはノーマルモードだと思ってここから先のコマンドをやってくださいと。つまりこれ全部のパーセントだから全ての行にの中の空行だったところで DD をしてください。つまりこれ実行すると空行が全部消えます。これ結構便利ですね。なんかアパッチの設定ファイルとかでやったらコメントいっぱい書いてあるけどコメント邪魔だなみたいな時に消しちゃうとか、まあこういう風に空行消しちゃうとか。それからちょっと特徴的なのは、隣に空っぽのタブがあるとして、全ての行において G します。to do って書いてある行をノーマルモードだと思って、これ長いんですけど1個ずつ見ればもう全部説明したやつですね。1行 Y でヤンクして、 GT で右のタブ行って、 Shift の G で一番下行って、 P でペーストして、 G、Shift、T で左に戻ってくるみたいな。これ何コマンド打ってもいいんですよ。でこれペンって実行すると、
すべての行のトゥードゥをコピーして右のタブに貼り付けて戻ってきてるんで、右のタブ行くとトゥードゥだけ集まってたりします。まあこれ実際こういうことやるかって言ったら別ですけど、あのノーマルモードで手をカタカタやるのが全部機械的に上から下までどこに合致したところだけっていう条件でできちゃうんで、これめちゃくちゃ便利です。で最後、まあもう G できたらほとんどできたようなもんなんですけど、 V ですね、グレップ -V で逆になると思うんですけど、これ一緒で G の逆です。例えばそうだな、どっかにこれでいいかな、これ3行あって、まあ、これ何語か分かんない適当な言語ですけど、セミコロン付け忘れちゃった行があるよみたいな時に、全部の行においてパーセント %V します、セミコロンで終わってるところ、つまり終わってないところにノーマルモードで一番右にセミコロン、シフト A もやりましたね今日、一番右にセミコロンってやると、ついてなかったところだけセミコロンついたりします。それからログとか見てるときに、ログこれ適当なログね、全部の行において V します、V します、エラーって書いてないところね、 V だからないってない、書いてないところはいらねえ、ノーマル DD 喋りながらやってると打てないよ、ちょっと待ってね、パーセント V のエラーのノーマル DD、 エラー以外いらねえってやるとエラーだけ選べたりします。でこれさっきのところで例えば G にしてインフォにしたりすると、インフォだけいらねえとかね、でシレット使ってますけど、こうコマンドラインウィンドウとかも使ってやっていくと、こういうのすごい効率よくできるようになったりします。こういうのはコーディングするっていうよりは、なんかログ調べるとか、なんかバーンって出てきた巨大な HTML ちょっと自分の手でいじっちゃうとか、そういう時とかにすげえパワー出るかなと思います。あとテストデータ作ったりとか CSV いじったりするときとかに便利ですね。というわけで今日すごい駆け足でやってきたんですけど、まとめかな、結構広く見たんで、これだけ知ってれば割とカバーできてます。でしかも別に全部覚える必要なくて、まあ、使ってみて気に入ったものだけ使えばいいです。で前回話したんですけど、もう VI っていうのはコンボゲームです。あの超大きくて長いよくわかんないコマンドをめちゃくちゃ覚えてるわけじゃないんですよ僕らは。さっきちらっと見たんですけど、スライド戻っちゃいますけど、この YGTGPGT みたいなこの呪文別に僕ら覚えてるわけじゃなくて、これ全部コンボゲームやってるだけで、ちっちゃいコマンド、さっきの例えば Y、何やったっけ、 YGTGPGT みたいな、なかなか1文字2文字のコマンド覚えて連続で打ってるだけだし、しかも今日割といろんなコマンド出しちゃったんで割とこれだけです。他によくわかんない謎の魔術っていうのはそんなのないです。ちょっと今日はもう時間短いんでやらないんですけど、アルファベット A から Z まで実はこの2回の動画でほとんど出てきてます。あとは気に入ったのだけ手元に残してコンボ作ればいいだけです。そんなに難しくないんですよ。だからなのでこの前ここのね、一気に成長曲線がガーって伸びるところの話をしたんですけど、今日はその前の基礎知識収集のところを話したっていう感じになります。で僕も本当にケチってるわけじゃなくて、 VA2 回でいいと思ってます。すごい大事な第1回で話した超大事なテクと今日の基礎 A から Z まで大体押さえちゃったんで、この2個でほとんど足ります。で第3回目は今日すごい押しづらかったキーがあると思うんですよね。Undo と対応してる Redo にコントロールがいるとか、タブを切り替えるのに GT だのなんだの、ジャンプするのにコントロールカッコとコントロール T でめちゃくちゃ押しづらい、覚えづらいみたいな、そういうのを設定ファイル書くとすごい簡単にできるよっていう話と、どういう風な設定をしたら手に馴染むかっていう話を次回しようかなって思ってます。なので、今日の動画もし面白かったら、前回分も見ていただきたいですし、今回の動画にも、いいねつけていただけるとまた励みになっていい3回目の動画作れるかなと思うので、ぜひね、ミライトチャンネル登録していただいて、今回の2回ここまでの2回分、それから次やろうとしてる3回目でシェル最後にちょっとお話ししようかなと思ってるんで、全部で5分ぐらいねやるつもりなんで、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいです。じゃあまた次回お会いしましょう。